ロックバンド、XJAPAN のトッシュルが、13日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組、梅沢富美。男のズバッと聞きます。毎週水曜22時チルダに出演し、20年前の洗脳騒動の真相を明かした。梅沢富美男のズバッと聞きます。に出演する XJAPAN のトッシュルイコールフジテレビ提供等。実間だった女性の紹介で、自己啓発セミナーに入ったトッシュルは、約12年もの間洗脳された。施設の中では、化け物顎男、と罵倒され、徹底的な暴力でマインドコントロールを受け、自らを、顎、と呼ぶまでになってしまう状況に。その上、毎月の給料や印税収入などを全額施設につぎ込み、15億円とも言われる全財産を奪われてしまったという。MC の梅沢富美男から、洗脳から逃れるきっかけを聞かれたトッシュルは、やっぱり自分がいろんな子、とに気づいていって、おかしいな、とか、変だな、と思うことが、たくさん起こってくるんですね。いろんなことに自分で深く気づいて、これはやっぱりやばい、と心底思って。それで、逃げ出さないといけないと思って、逃げ出したといういきさつです、と説明。梅沢が、洗脳された人の話もよく聞きますけど、自分で気がつかないと洗脳はほどけない。相手に何を言われても絶対ダメなんですって、と話すと、トッシュルは、余計心を閉ざして、しまって、言われれば言われるほど堅くなになってしまうようなところがあるんですね。だから、自分で本当に心底、と思わないと、なかなか本、当の意味で抜け出れないかもしれないですね、と経験談を語った。そして、梅沢に、本当に全財産なくなったの、と確認されると、本当に何も残ってなかったです。お財布もないし、小銭一つもないですし、気の向きのまま抜け出したので。でも、助けてくれた心ある方々がいらっしゃって、本当に救われました、と回想。もう一度だけチャレンジしようかなって思い立って、それでもう一踏ん張りやり始めたのが今につながってきたので、あそこでやめなくてよかったなと思ってます、と、再起の決断を振り返った。それを聞いた梅沢は、私なんかずっと阿部に洗脳されてる。つかは阿部と関係を持つのかなって、と、進行の阿部明子アナにいつものセクハラ発言。バイキング、小峠英二に、バカじゃないですか、岡田由美に、今日も元気に変態発言してますね、と、呆れられていた。C、フジテレビ、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。